のかまちゃん、始まるよ。うちの赤ちゃんカマキリさんたち、アブラムシを食べてくれたのは良かったのですが、カマキリの習性とはいえ、残念なことに赤ちゃん同士の共食いが起きてしまっているので、その対策として餌をちょっと変えてみようと思います。早速ネットで検索、注文して試してみることにします。さすがアマゾン、もう来ましたよ。やばばばば、開けてみたらこんな感じなんですけど、これはヨーロッパイエコオロギという虫です。赤ちゃんカマキリでも食べられるように SS サイズを頼みました。大きさはだいたい 2,3 ミリくらいかな。めちゃくちゃわちゃわちゃしてます。カマちゃん、今日も工作の時間だよ。皆さんにご挨拶して。こんなに小さな虫、このままだと扱いに困るので、このストローを使ってちょっと工夫をしていきたいと思います。カマちゃん、ちょっと見ててね。できました。それでは赤ちゃんたちのお家に入れていこうと思います。ほら、こうやれば簡単に入るはず。入りましたね。さあどうかな、食べてくれるかな。びっくりしちゃった。しばらく様子を見ていたらちゃんと食べてくれました。そしてやっぱり誰かにじっと見られているという、赤ちゃんたちの生存競争はまだまだ続きます。最後までご視聴ありがとうございました。また遊びに来てくださいね。